あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も それが人道だから。死ぬるか。イタチの生きた意味をこんなところで。俺は許せ、サスケ。また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。本当の里を作る。本当の影を示すまで。俺は濃いな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、やつはクロゼツという名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、一体どう。ナルト、ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ。だから四代目様、あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。
キュービを奪われてしまった俺でナルトは死ぬ、すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様、遅いぞ。クロゼツ、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。ぬっ貴様まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない、こっちへ来い。マダラよ、今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、ほかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺は火影を語りたかった。もうわかっただろ、お前は内派オビトだ。これはいただく。カカシ、
ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せん。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。わかった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前に預かる。全て返してもらうぞ、オビト。この目をあんたに返すと思うか。少々手荒れなくて。お前も陸道の世界が失敗していると分かった。陸道の広めたチャクラとは本来つなぐ力のこと。その力を民衆として取り、人々に伝え導こうとしたのは陸道仙人だ。ここにいて。さて、逃げられんぞ。自信も偽りではなかったよ。
させん。カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だがやっと。たどり着いた。邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ、もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶は任せたわよ。よっと、なんすか、いきなり。どいてもらいましょうか。君たち僕を倒して先に行くつもりっすか？無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かったもんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。よっと、オロチマン、話を死に追いやったお前とまさか競争することになるとは。憤りと快感の情はあるが、同時に喜びを感じる自分はいる。やはりわしは甘いのだろうと。とは面白い体をしているわね。時間がある、いろいろと調べてみたいものだけど。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいという人は人間によって備わっている性質です。私はその欲求が他の人よりほんの少し大きいだけ。ほんの少しか。彼以上に。さあ、さっさとサスケ君の元に向かうわよ。いてて。あとはわしに任せよ。では、よろしく。
誰だてめえ、サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうかサスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさいカーリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもあいつ、サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。ガイが来てくれたのか。で、カカシオ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお。しかし、たった一人で地に踏み込むのかな。マジでやろうが、道があるならどこまでも突き進む。それがバイトガイの言うことだ。面白い。体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい人に拳も意志も全てぬるい。あいつ、体術を受けても平然だ。さあ行けよ。あいつ、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 お前も気づいているのだろう。
そんなままハンから攻撃では俺に致命傷を与えられん。よし、もっと踊ってみせろ。なるほど、少しは意地を見せたか。よし、ここまで手こずるとは。もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リクか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっす。証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとけ。第8指紋かい。八門遁甲の陣。面白い。まるで秋に散る落ち葉のようだ。確かにそうだ。だが落ちるわけ
めはない。それは仲間の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる。柱間以来だ。ここまでワクワクするのは。これを追い詰めるのが先か、それともお前の命が尽きるのが先。どちらにしても、お前にとってはこれが最後の戦いだ。その拳が広がるのを存分に楽しむがいい。
耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。ガイ先生、ガイ先生。あれは何だ。それによくよく見ると、指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。オロチマル様、カブトさんの考えを変えた、その、イザナミって術は、どんな術なんすか？イザナミは、ウチハに伝わる道術の一つ。一度術にはまってしまったら、その考え、いや、心を入れ替えねば、決して抜け出すことはできない。過ちを認めるまで、永遠に同じ出来事をループすることになるのよ。僕はずっと間違っていた。自分以外の何かになり変わることで何でもなせると妄信していた。でもそれが過ちであることをイタチは教えてくれた。己の失敗に怯え、それを認めることから逃げているだけだと。だからといってすぐに認められるわけがない。何度も何度も何度もループを繰り返した。僕こそが完璧なんだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。ウチハイタチ！
一体。倒したはずなのに、またループか。何が間違っている。僕は完璧なはずだ。わからないのか。お前は決して完璧ではない。完璧である僕が僕なら、完璧でない僕は僕ではない。じゃあ今の僕は何だ。何度もループするにつれ、僕の精神は摩耗していた。考えがまとまらず、自信も消え失せ、わからない。僕は様々な記憶が体の中から消えていくようだった。だけどどうしても消えない記憶があったんだ。それは幼い僕に本当の安らぎを与えてくれた記憶だった。あの時あの場所で僕は確かに兜として存在していた。どんなに姿形が変わっても、あの時の記憶は変わらない。そして名前も変わることはない。僕は僕のままで、ずっと昔から兜のままだった。そんな単純なことが僕は分からなくなって、そして自分に他人を上塗りしていたんだ。それがやっと分かった時。そこで解放されたというわけで。そう。いい風じゃない。あれはナルト。あの男がいないな。消し済みとなって消え失せたか。激魔よ先生なら俺が助けた。助けた？どういうことだ。自分でも不思議に思う。今なら全部を変えられそうだ。何かが起こったようだな、お前に。だが結局は何も変わらぬ。お前では俺を倒せん。俺は陸道の…バーガ、俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。サスケ、お前も。何なのだこいつらは。なぜ突然ここまで。ここ俺ってば、死んだのか。お前は死んだわけではない。ここはお前の精神世界。今はうつつとあの世の狭間にいるとでも思っておけばよい。じいちゃんっては。わしはチャクラだけでこの世を漂い、世代を超えて忍衆の行く末を見届けてきた僧侶。名を大つつき羽衣。そして忍衆の開祖にして陸道仙人とも言う。え、最初に忍術を作った あのさ、あんたが仙人なら聞きたいことがいっぱいあんだけど。質問は後だ。まずはわしの話を聞いてもらおう。いや、お前は聞かねばならない。
それがアシュラの生まれ変わりであるお前の義務でもある。は？アシュラ？一体何のことだ？ともかく一から話す。わしの息子と母についてもな。わしの母である大筒木かぐやは遥か遠い場所からお前たちのこの地に来た。真珠の実を取りに来たのだ。お前たちもこの戦争で見たあの真珠、そのチャクラの実だ。かぐやはその実を喰らい力を得てこの地を治めた。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。ある時かぐやは二人の子を産んだ。そのうちの一人がこのわしだ。わしら兄弟は母の残した罪をあがなうため真珠の化身である十尾と戦った。身を取られた真珠はそれを取り返そうとして暴れていたのだ。激しい戦いだった。わしらは傷つきながらも辛くも勝利を手にし十尾を己に封印することができた。それからしばらく時が経ち、わしも二人の子供を授かった。兄をインドラ、弟をアシュラと名付け忍衆を教えたのだ。二人ともわしの子ではあるが、そこには大きな差があった。わしの強いチャクラを持つ遺伝子とそうでもない遺伝子。兄インドラは本当の天才だった。何でも一人でやり抜くことができ、己が他人とは違う特別な存在なのだと自負していた。逆に弟アシュラは何をやってもうまくいかず、一人では何もできなかった。それゆえ努力を惜しまず仲間に協力を仰いだ。周りもアシュラに応え、そこに我が生まれた。わしは弟アシュラの生き方に新たな可能性を垣間見た気がした。ゆえにわしは決めたのだ。アシュラを忍衆の後見人とすることだが、インドラはそれを認めなかった。そしてこの時より長きにわたる争いが始まったのだ。確執はインドラとアシュラの争いだけでは終わらなかった。肉体が滅んでもチャクラは消えることなく時を置いて転生した。幾度となくな。ナルトよ、先ほどわしはお前をアシュラの生まれ変わりだと言った。つまりはそういうことだ。そしてもう一人のインドラの転生者、それはサスケ。その通りだ。インドラのチャクラはサスケに宿っている。柱間たち前任者から息子のチャクラはお前たちへ、何十年何百年経った今でも兄弟の争いは終わっていない。おじいちゃんはずっと自分の子供の兄弟喧嘩を見てきたんだな。まあそうなるな。そっか。忍衆においてチャクラは個々をつなげる力と説いた。だが母かぐやはチャクラを個一つのために用い、
力によって世を束ねた。力による統治はただの暴走だ。故に母は恐怖の対象となった。その行いは今のマダラに通ずるものがある。このまま奴がさらなる力を手に入れれば、いずれわしはお前にマダラを止めてほしいと思っている。境遇もその意志も、これまでの転生者に比べてお前からは特異なものを感じる。だからこそお前の可能性にかけてみたい。その賭け、わしはすでに乗ってるぜ。クラマ、俺もだ。ハッツァン、なんで俺の中にいんだ。オビトのやつがな、主覚と俺のチャクラの一部をマダラから引き抜いたんだ。お前に足りてねえ美獣の力をちゃんと分かってやがったぜ。足りてないって、忘れたのか。お前は以前主覚と牛鬼以外のチャクラをもらい受けているはずだ。あ、あん時か。そういや、前に美獣のみんなからチャクラを分けてもらったことがあった。いろいろあったが、これで全ての美獣が集まったわけだ。約束の時が来たってことだな。ナルト、お前はやはり皆の協力を得る魅力があるようだな。主覚、またたび、イソブ、孫悟空、国王、蔡健、長明、牛鬼、クラマ。ナルトよ、お前は何がしたい。この戦いの果てに何を望む。アシュラの転生者だとかなんだとか、これってばバカだから、まだなんとなくしかその意味は分かってねえけど、仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺はそれを守りて、それだけだ。それがお前の答えか。ああ、かつて弟アシュラに全てを託したがため、それが災いの起源となった。この度は兄インドラの転生者であるお前にもわしの力を託そう。これから先がどうなるか、それはナルトとサスケ、お前たち次第だ。俺とサスケは本当の兄弟じゃねえけど、仲直りはできると思うんだ。俺たちかなりの友達だから。さあ、利き腕を出せ。この内葉マダラを蹴落すほどとはな。恐れを抱く小さき者よ。声が。我を取り込め。真珠を、十尾を、すべて取り込め。さすれば無限の力を貴様に与え。
まさか真珠そのものが俺に力を与えるとはな。渦巻きナルト、ウチハ・サスケ。俺はいわば完全なる不死、永久を手にした。貴様らがいかに力を得ようと俺には届かぬぞ。やってもねえのに勝手に結論付けんじゃねえよ。よかろう。ならばこれが最後の戦いだ。セーフ。やっか。周りにはもう一人のマダラがいる。なるほど。因縁を信じてただけのことはある。貧乏に存在する俺を看護する。ナルト、影の攻撃に気を張っておけ。お前でも感知はできるはずだ。本当に文句言ってられない。もっと驚く、ジャリド。さっきの対術男より俺を楽しませる。どうやってこの城の住人に来たのか。今さらそんなことはどうでもいい。エントン、スサノオ・カグツチ。今のこいつらはただのガキではないと理解しなければ。ナルト、おっ。影を身代わりにしたのか。まずいってばよ。あっちにはカカシ先生がいる。うわぁ。ようやくだ。本当にやっていいのね。早く俺の左目を。そうはさせんぞ。カムイ。サクラか。ここはカカシ先生。先生、左目。オビトはどうした。そっちにマダラも飛んだはずだが。マダラは来たけど、すぐにオビトが私を逃がして。カガシ先生、その左目ちょっと見せてもらっていい。よし、カガシ先生、目開けてみて。嘘、どうやってこんな。あのね、口で説明すると難しいんだけども、この方法で害も。うん、話はそこまでにしておけ。そろそろ来るぞ。おそらく奴はリンネガンを揃えた状態になっているはず。これまでの奴とは違うと覚悟しておけ。おう。お前たち、鈴取りの最初の任務で教えたあの教訓を忘れてないな。足りねえじゃん、チームワークだ。なら一緒に死んでやるのもチームワークというやつだろ。オビト、
オビトはもういない。俺がこの体をもらった。美獣どものチャクラを集め、真珠の力も得た。さらに輪廻眼が揃った今、俺は陸道をも超えた存在になったと言える。そう、神の領域だ。神の目から見れば、お前たちなどか細き脆弱な存在。芝生転生。ナルト、気づいてんな。あいつの影が4体に増えてる。芝生転生に影のスサノオ、なかなかの状況だろう。さあ、あがけ、そしてもっと踊ってみせろ。力をつけたお前でも、5人もの俺を相手にするのは禁止だろう。見せてもらうよ。俺もやるってばよ。俺が勝つを見出すか。それまで手を出せ。本当に俺を楽しませてくれるな。速度が鈍っているぞ。認めてやろう。お前はウチハ一族の中でもズバ抜けた力を持っている。ご集落はその力が真の戦いだ。誤ったことだ。サスケ、気をつけろ。嫌な予感がする。その苦しみはもうすぐ終わる。
サスケ、行けっぞ。ここで無様に果てるがいい。だぞ柱間、もう少しで俺の道が正しかったことが分かる。サスケは俺に近しいものを持っているようだな。選択す。次で決めっぞ、サスケ。ああ。目の前だ。忍びのみんなが望んだ平和だ。目の前にあるんだ。てめえを倒すまで倒れてたまっかよ。お前の言う平和の戦闘の理想のものを借りるし。夢の中にこそある。夢こそ理想を叶える一番なんだ。夢にもうるせえよ。当たらんな。そんなに夢の中に不正ならお前だけが生き上がれ。なんだ、なぜこれほどの力。貴様の夢の中はここで終わりだ。さっさと消えろ。サスケ、あとはお前たち。お前たちを始末さえすれば。
を取るこの俺が貴様ら、貴様らごぞき。この俺がここまで見事と言うしかないな。だがな、本当の夢を叶えるのはこの俺だ。サスケ、ずっとこの時を待っていたのだ。絶対に邪魔はさせんぞ。石碑によれば、輪廻の力を持つ者が月に近づきし時、無限の夢を叶えるための月に移せし目が開く。これはまずい。サスケ、おっと、土壇場で気づいたか。まあいい、これで夜を照らせ、無限つくよみ、今一つとなるのだ。一体どうしたというのじゃ。仕上げだ。新樹海鋼炭。ナルト、どうなった。前の仲間たちはおねんね中だ。もっともサスケのスサノオには聞かなかったみたいだが。さすがといったところか。だがもはや勝負は決した。救世主たる俺の手によりこの世の因果は断ち切られ、人々は苦しみや痛み、虚しさから切り離された。お前の仲間たちは無限つくよみの作る甘美なる夢に溺れ、まさに幸せを満喫しているだろう。これこそが俺の求めた本当の夢。俺は地獄を天国へと変えた。もう理解しろ、全て終わったのだ。終わらせてたまるか。まだ俺たちが残ってる。俺たちがいる限り絶対に終わらせはしねえ。ジャリーメ、クロゼツ、最後の仕事だ。俺とお前で奴らを潰す。はい、マダラ様。とでも言うと思ったか。クロゼツ、貴様、マダラ、お前は救世主でもなく、そして終わりでもない。何を言っている。お前を作ったのは俺だ。お前は俺の意志そのものなんだぞ。違うな、俺の意志はお前ではない。俺の意志はかぐやだ。かぐやだと。
前が無限つくよみを完成させチャクラを消耗しているこの時をずっと待っていたのだ。くそもなに、どうなってるの？サスケ、あいつ。ああ、カグヤと言った。カグヤ？陸道仙人の母ちゃんだってばよ。まさか、奴の目的は。あっ！なんだ？これはチャクラだ。しかし強すぎる力は圧力を生む。結果人々は母をウサギの女神だの鬼だのと呼び崇め恐れた。サスケ。ああ、間違いない。こいつがおじいちゃんが言ってた大月かぐや。大月かぐや、この人が、あの陸道仙人の母。こやつら二人、羽衣と羽村、いや、インドラとアシュラか。違うよ母さん、やつらはナルトとサスケ二人の転生者さ。クロゼズ、あいつ雰囲気が変わった。ようやくだよ、ようやく母を復活させ母の元に戻れた。てめえは一体何者だ。子供さ、母カグヤのね。どういうことだ。貴様らは知らないだろうが、母は封印されたのだ。その陸道仙人羽衣と弟羽村の手によってな。俺は母が封印される寸前に最後の力で産み落とされたものだ。母の復活という使命を抱いて。なんでおじいちゃんがそんなことを。封印したのは十尾だろ。お前は十尾のことを勘違いしているようだな。あれの正体は真珠だけではない、母自身でもある。何？これは羽衣すら知らぬ真実だ。そして母の復活のために俺が動いていたことも。十尾はかぐやだった。それが真実だとして、その封じられた母親を復活させるためだけにお前はマダラに近づき利用したというのか。その通りだ。まるで奴が俺を作り出したかのように思わせ、影として活動し無限つくよみへと導いた。大量のチャクラを集めることができる無限つくよみこそが母を復活させる唯一の方法だったからな。まあもっとも俺が利用したのはマダラだけではない。あらゆるものを利用させてもらった。弟アシュラに対するインドラの嫉妬心を煽り、奴の子孫ウチハ一族も俺の思うがままに操作した。人も意志も伝承も歴史も、お前は本当に全てを利用したというのか。それが俺の存在理由だからな。
母のいない間のすべてを記録し、その間を俺が作った。そう、つまり貴様らが歩んできた道は、忍びの物語は母が復活するための物語だったということだ。ナルト、そんなに睨んでも意味はないぞ。ね、母さん。ああ、そうか。ずっと封印されていたからね。やっぱり子供の面影を思い出しちゃったか。けど奴らは敵だよ。母さんのチャクラを奪った。ね。そう。その通りだ。お前たちが憎い。来るぞ。とんでもねえのが。ああ、羽衣、羽村、お前たちはわらわのもの。もう一度チャクラを一つにする。ナルト、わかってるな。お、俺たちでもう一度封じ込める。やるぞ。かっこいい。こんな奴がいるとはな。飛べ。せいぜい怯えろ。そして無様に散るがいい。攻撃の規模がすげえ。ナルト、奴はまだ真の実力を出していない。わかった。今、楽にしてやる。行かない。もういっちゃう。遅い。今。違いすぎるのさ。遅い。どこを狙った
今だ、ナルト。今だ。オビト、目が覚めたか。カカシか。俺は死んだはずじゃ。簡単に説明するよ。チャンスだよ、母さん。そうか、そんなことが。しかし、どうやってそのカグヤってのを止める？それは、俺とサスケが消えた？影分身を維持できないほどのことが本体に起こったってことだろう。動けねえ。くそ。そいつらはお前が手を出していいものではない。あいつ、オビト、ゾロゾロと。アマテラス、脱出するまでまだ時間がかかるな。それまで俺が奴の動きを止め。お前一人に行かせないよ。俺もやる。私もやります。少しぐらいならチャクラを分けられるし。母さん、あいつら放っておくとうざそうだ。先に消しておこうよ。ナルトたちが氷から抜け出すまでを耐え抜く。それが今の俺にできる精一杯だ。そしてこれが俺にできる最後の償い。カカシ、サクラ、援護を頼む。死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何もお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜だ。失敗させるお前は神の前に立つなよ。バチマニア。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。どんな失敗の人生でも、少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかない、たった小さな光だな。俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく通るな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。ナルト、お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ。さすがお前を闇に落とした責任は俺にもある。できるならお前にもう一度選択を与えたい。お前たち二人はここで終わるときではない。逃がさない。やるなら今だ。頑張って。逃がさない。抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。
母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体が重え。だが奴もかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせてこの空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。ホイト、お前。カカシ、お前は当分こっちにいろ。あいつ。で、なぜ。なんて顔しやがる。俺はこれから向こうでリンと二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなく、その人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げないだったか。それでいい。ナルト、お前は必ずホカゲになれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは、はあ、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで。最後までありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって、本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと、どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ、母さん。あいつらなんて、わらわのものだ。
その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。ありがとう。お前に借りたこの力で、あいつらを、世界を守る。せい。まずは魔法者になると明らかに違う。
うやら限界が近いようだ。だがさすがのやつもあれだけダメージを与えれば。え、何あれ。あれっては俺の後ろの弾か。でも大きさが違いすぎる。あれはだ、大丈夫かい母さん。もう俺の声は届いていない。まさかこんな母さんを見ることになるとは。わらわはチャクラの層、分散したチャクラどもなどに。あ、何？上だ。落下し始めたのか。チャクラを一つに、チャクラを一つに。お前たちは死んで、そして母さんに吸収されるんだ。それがお前たちに残された終わりの道。つまるところ、忍びという歴史の終わりだ。ナルト、サスケ、サクラ、やつの言う終わりの道とやらを歩く気は。これっぽっちも当然だ。忍びの歴史ってのは、いろんな忍者の生き様と死に様がずっとずっと続いてる。すげえ重いもんだ。てめえらが手出していいような、そんな軽いもんじゃねえぞ。終わらせねえ。忍びの歴史は俺たちで守り抜く。忍び風情がいくら吠えようが、貴様らに未来はない。消えよ。これで最後だ。やるぜサスケ、さくらちゃん。うん、行け。小さな子供が、なめるな。子供をなめるな。どこをやって、なんてさっき、ここまで来て拾うだろ。ナルト、準備はいいな。
祖であるわらわがこのような分散したチャクラどもに敗れるとは。なんていうのかな、お前らの第一印象は嫌いだ。今のお前らは大好きだ。行くぞ行くぞ、スマッシュチクショー。これで全部終わりだ。って、めでたしめでたしな雰囲気になってるけど、私たちってどうやって帰るのよ。あ、そういえば。安心しろ。このことに気づいた陸道の力で戻してもらえる。4人とも無事なようだな。陸道のおじいちゃん、これってば。っていうか、なんでここにいるんだ。あの精神空間で二人のチャクラを少し借りていたのだ。その力を使い、しばし現世に戻らせてもらった。お前たちをここに戻す必要があったからな、ナルト、サスケ、そしてサクラとカカシ。よくぞ世界を救ってくれた。ここにいる誰一人欠けても母を封じることはできなかっただろう。特にナルトにサスケ、お前たちが揃わなければ母を封じるどころか戦うことすら叶わなかった。これからも。おじいちゃん、それ以上は何も言わなくてもいいってばよ。そうか、よし。ではこれからのことはお前たちに任せることとし、わしたちはそろそろ去るとしよう。これより
江戸天聖を下実する。共に戦ったものであってもいつまでもここに残すわけにはいかん。光が先ほど仙人様に言った言葉信じておるぞ。この葉隠れを任界を頼む。わしらがやるべきことはもう何もない。猿の言うようにあとは後の者どもに託すとしよう。マダラ、行くのか。ああ、お前も共にな。結局俺の夢はついえた。お前の夢もつながっている。急ぎすぎたがマダラ、俺たちの代で夢を完成させる必要はなかったのだ。いかに後ろをついてきて託せるものを育てるか、それが大切だった。いずれにせよ俺たちはもう死ぬ。次はあっちで杯を交わすとしようぞ。戦友としてな。ナルト。どうじゃ。消える前にお前に言っとかなきゃって思ったんだ。誕生日おめでとう。あサンキュー。ほんの少しの間だったけど、お前が立派に成長してくれていることよくわかった。クシナにいろいろ伝えておくよ。俺ってばちゃんと飯食ってっから大丈夫だって言ってくれ。好き嫌いしねえでいろいろ食べてんだ。風呂もほぼ毎日入ってるし、たまに木の葉の温泉に行くし、みんなにはカラスの行水とかなんとか言われてっけど、それに友達はいっぱいできたんだ。みんないいやつなんだ。それからとにかく母ちゃんの言ったこと全部うまくいってねえけど、そこそこ頑張ってんだ。夢だってちゃんとある。俺ってば父ちゃんを越すほかげになる。絶対なるからな。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって、しっかりやってんだって。わかった。全部しっかり伝えておくよ。かくして多くの命と甚大な破壊をもたらした第四次忍界大戦は終結した。光となり去った者、残されし者、おのおのの思いが新たなるつながりを生み、忍びの歴史は再び動き出そうとしていた。繰り返される退治、繰り返される拒絶、繰り返される友の声、自称神聖の将。お前は一体何なんだ。友達だ。